三河村は愛媛県の中予地方にあった村である。2004年8月、町村合併により熊高原町となった。人口2500人弱の山村であり、三河茶などで知られている。昭和の合併当時は人口9600人を数えたというが、平成の大合併直前には2500人と約4分の1へと激減した。三河村は愛媛県の中部の山間地、 熊と柳谷との間に位置する。国道33号を松山市から4 6トル高知市から7 6トルの地点にある。西日本最高峰、石槌山に源を発したおもご川は、三河村の五三湖で熊川と合流、南流し、7 0 0ルにも達するほど深い V 字型峡谷を形成しつつ、四国山地を横断する。おも川はやがて、 柳谷村を経由して、高知県に至る。昭和の市町村合併の際に考案された。村いを重穂川と熊川とが合流し、やがて二淀川となって流れることから、三つの川の三、重穂川は米を味川と称したこと、五を三子呼ばれる地に役場が置かれたこと、美しい自然の美などから三川としたもの。古美という集落も村内にある。 村内には43の集落があるが、いずれも小規模で、山肌の中原のうち比較的傾斜の緩い地域に分散して位置し、熊川とお子川に沿って走る国道33号からはかなり上にある集落が多い。そのため、国道沿線には集落らしい集落は目にすることができない。五三湖付近に公共施設が集中しており、中心地と判別できる。 村長農林業主体産物、ハウスイチゴ、ピーマン、茶、大根、シイタケ、肉用牛、養蚕高等学校、中学校、小学校、公民館、国道33号が中心軸であり、ほとんどすべての道路がこの道路から枝分かれしている。柳谷村との間には通行規制区間がある。国道県道道の駅山岳、渓谷の観光が主体となっている。ありがとうございます。